あとこれはね、これなんかはグリフォンですね。オリジナルグリフォン、 SRX グリフォンのドチャート、ちょっと落書きなんかしちゃってますけど、これのリアフックだけあのティーザーフックに交換してます。あとこれ、これはキラピンクですかね、キラピン、これもケツゲつけてますね。でこのようにね、まあ、グリフォンなんかもこういろいろ改造してやってる人、中にはねブレードをつけてやってる、まあどっか他のメーカーでねブレードついてるクランク最近、まあ、まあ前からありますけど、もっと昔からねメガバシストの方々は ねやってましたね。 SRX グリフォンにケツゲチューンとかブレードチューン。ただねブレードはねサイズ選ばないと、グリフォンって意外にあの浮力少ないんでシンキングになっちゃうなんてのありますけどね。で考えちゃう、ティアドロップバイブラッシュですね。Gクランクのティアドロップバイブラッシュは、Gクランクのティアドロップ、流線型のやつ、流線型のやつのさらにバイブラッシュなんで、後ろにあの一本針とブレードがついてる。カスタムのカスタムモデルですね。 G クランクティアドロップバイブラッシュ、これ結構僕ねいい魚結構釣ってんですよね。で今ね岸際に投げるんじゃなくて沖に投げて、メインのチャネルパンアーレからこっちに巻いてきたら釣ってくるんですよね。なんだっけですかね、ティアドロップバイブラッシュ。雨降りそうな雰囲気になってきた。Gクランクなんで基本あのウッドなんですよ。ウッドなんでサイレント、まあ、ビッグGだけはねラトルが入ってますけど、 Gクランクシリーズは基本サイレントなんですよね。バイブラッシュ、これ見かけたらねぜひゲットしてほしいですね。あそこスタンプシーズンでも見てくださいね。ちょっと深いところにいるのかな。知る人ぞ知るにはラップスティックですね。ラップスティック、これラップスティックはワンテンのリップがないバージョン、あの、まあ、ワンテンプロップダーターのリップがないバージョンってことでいいんですかね。まあ、一応ワンテンの形してるんですけど、後ろにプロペラがついてるんで、まあ、簡単に言えばシングルスイッシャーで、前にリップがないんで、前に抵抗があるものがないんであんまり暴れないんですよ。ですので巻いてるだけだとバズベイトみたいな感じで、ストップ4とかトゥイッチ折り曲げると、まあ、アクションする。ただまあね、ドック X シリーズみたいに左右の頃ラダーバランサー的なものがないんで、頭を振ろうと思うとちょっとテクニックがいる。ですので、準備編でね、鉄毛のティーザーフックの準備編で、この部分はちょっと上級者モデルだよって言ったのは、こう自分でこうアクションつけられないと、あんまりこう激しく動かすことができない。あんな感じでね、パンパン張ると、ストップ後、止められるバズベイトみたいな感覚ですよね。頭がワンテンみたいな。頭がワンテンの形しているバズベイトみたいな。そういうイメージですよね。ストップダーカー、ワンテン。始まるとは違ってね。まあ、リップがついていればちゃんとパッパッと動くんですけど、ラップステップに関しては、こんな感じで、シングルペラ、シングルスイッシャー、
これがハマる時あるんですよね。やっぱこの波っていうのスプラッシュボイル、これがねわらわらわらって来る時あるんですよね。やっぱこうフィーリング絡みの魚の群れがいて強制的にフィーリングをこかけちゃうんですよね。プロペラって始まるでもねこういう誘い方はできるんですけど、より強いですよね。プロペラも2枚出す、2枚なんでダブルペラなんで、はい、でこれ見るティーザーフックつけたところであんま変わんねえだろ、確かに変わらないんですが、止めた時のトガムグラムキこれで多少はねアピール力がアップしてるんですかね。動きはあんま変わんないですよね、まあ、むしろまっすぐですから、まっすぐ進む能力の方が強くなってくるんですね。アップしてるちょっと上手かもね。スティックのティーザーフックチューンですね。なんか跳ねましたね、あそこで。なんだ。もう今でいう IG 系だよね、IG 系の元祖みたいな巻くだけだったね。なんだ、カラシ IGX か、カラシ IGX の絶対は満点番組で来ましたね。こわっちこわっち、あー、バレちゃった。アップスティックのティーザーフックチューンですね。こう止めててもふわってなるんで、でもまあこのラップスティックにティーザーフックあんま関係ないかな。そもそも IE 系の動き多分まあシングルスイッシャーなんで、 IG 系というかシングルスイッシャーですね。まあ、メガバス マグナムトピーゴみたいな、今みたいなストップ号とかで、あとシングルスイッシャー、ワンテンの形としてはシングルスイッシャーなんですけど、ティーザーフックにするとね、やっぱ止めた時にふわっとやってくれてるんじゃないですかね。動きはあんま変わんないですね。ノーマルのラップスティックに比べてね、ラップスティックとクラッチ、お尻からいろんなものですよ、ドラムじゃなくてラップスティックね。ちょっとね、基本はストップゴールいいと思うんですよ。やっぱ誰でも使える。でもね、やっぱこう激しくアクションさせようと思うと多少こうテクニックが必要なんですよね。ちょっとこう先を与えて頭を止めなくたり待ってね、ボーンってやった時にさらにこう水中をドルドルドルって、ステップでリスペクトバージョンかな、合わせね。これ海なんかでやるとね、すごい動き最近して何があるんだろう、ロングジャークしてるからブリブリとかって